信号。楽しそうに運転レバーを握るのは小学生。公共交通に親しんでほしいと岡山電気軌道が開いている運転体験教室です。1回1組限定の貸し切りで実施されるため、コロナ禍でも安心して子どもから大人まで楽しむことができます。どうするかっていうと、この黒いところを持って時計回りこちらに回転させます。ちょっとだけ回転させることによって電車が動きます。指導を受けながら車庫の中にある線路およそ50メートル区間を運転しました。運転した動いてる時が気持ちいい、やっぱドキドキしたし楽しかった。絶対運転する人になりたい。乗り心地はいかがですか？いや、なんか安定してますよ。とか楽しんでやってる気はしますね。普段ただ乗っているだけの電車をこう自分の手で運転する、それでも私もこういうふうに、僕もこういう運転手さんになりたいんだっていうふうに思っていただければ。岡山電気軌道では希望があればいつでも運転体験を受け付けているということです。